はい、おはようございます。生態院の最長です。はいえ、今日はですね、職場の教養10月の、えー、今日14日ですね、はい、読んでいきたいと思います。またですね、11月号、職場の教養11月号も入荷しました。え30冊限定ですが、えー、欲しい方いらっしゃいましたらですね、職場で、えー、もう職場でですね、これをお持ちの方も、あのー、職場でこれを、えー、毎月会社さんが取られててある方もいらっしゃると思いますし、えー、まだ見たことがない方、えー、職場でですね、教養を深めて、 いろんな方とですね、共養のある会話をしたり、共、えー、養を深めてですね、日常生活で、何、えー、て言うんですかね、まあ、恥をかけらわないような共養を身につけるという部分ではいいと思いますので、はい。ということでですね、はい。これ配布しておりますので、ご興味ある方はどうぞお取りください。はい。あとですね、こちらですね、10月の14日共有でいきたいと思います。はい。なかなかちょっと時間が空いちゃってましたけども。はい。じゃあ今日はこちらですね。はい。いきます。結論から今回もいきます。 はい、今日の心掛けですね。決められたルールを守りましょう。ということで、えー。決められたルールを守りましょう。はい、守りましょう。はい、じゃあ、後ろからいきますね。独りよがりな解釈などで周囲を惑わすことのないよう、決められた規則はしっかり守る。職場環境の保全に率先して取り組みたいものです。と。はい。決められたルールを守りましょう。はい。自己中心的な行いをすることを、ガデデン、イン飲水とも言います。 周囲への配慮にかけた言動もそれに値します。決められたルールを守りましょうということです。はい。特に慎重さや集中力が常に求められるような危険を伴う仕事を行う人にとって、満の蓄積やストレスの増大が集中力の欠如を生み、思いもかけない重大な事故を引き起こすかもしれませんということです。はい。決められたルールを守りましょう。 職場の規律を乱す行為が周囲の人に発見し不満が蓄積して不協和音を生み出せば職場環境の悪化を招くこともにもなりかねません。はい。決められたルールを守りましょう。はい。このような当たり前のことであっても中には自分勝手にあるいは自分に都合のいいように解釈して行動する人もいるでしょう。 え職場にはそれぞれ決められた規則や守らなければならない様々なルールがあり、働く人はそれによって従って、それに従って仕事を進めることが求められます。えー、はい。自己中心的な行いをすることをガーデン飲水とも言いますと。周囲の配慮に欠けた行動をも取りに与えますということで、はい。とても、えー、枠にはまった、えー、ルールに守りましょうという。まあ、決められたルールを守るというのがこ、こ守る。 ルールを守るということが、えー、そういったあの大事だということですね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、本日も生星提案したですねえ。24時間体制でご覧の方お待ちしております。はい、えーとですね。4月えー、4月じゃない10月あ11月ですね。14日からえー、10。31日にかけてですねえ。生誕祭はですね。あのー、結構予約の枠が空いております。前半はかなり詰まってたんですけども、後半がから。 ってことでもないですが空いておりますので、かなり、どんどん予約を入れてですね、どんどん詰めていっていただけると、はい、いいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、スケジュール表チェック、あの予約表をですねあの、この下にリンクを貼っておきますので、見ていただいて、えー、空いてる日にち、ご時間が合う時あればですね、予約どんどん入れていただいて、あのぜひですね、肩こり、腰痛、内臓、えー、生殖部の、の、えー、腰痛、えー、腕、肘、足、膝、あと猫ちゃん、ワンちゃんのですね生活も今行っており、 えー、ね、ね、えー、ワンちゃん、猫ちゃんの、えー、まあ、腕だとか、膝とか、あの、なんていうんですかね。まあ、と、腕、手、肩、首、えー、背中、腰痛で、で、肝臓、膵臓、結構多いんですよ、これ。あの、猫ちゃんに、えー、ワンちゃんにですね、あの、美味しいもの食べさせたかばっかりにですね、えー、肝臓が負担かかる、膵臓、腎臓、膀胱、膀胱だとか、ね、あと、日常生活のストレス、音とかですね、ストレスが膝臓にかかったりとか。 まあそれ内臓生態をやることで,です、ね、ワンちゃん、猫ちゃん、また人間ももちろんですけ、ね、ど長生きすることがつながっていきますので、まあ、それはですね心臓に負担がかかっていることとまあ連動してますで。こういったことは人間もワンちゃんもなかなか気づかない、自分では気づけないところなので、私がですね無料点検で施術をさせていただくあ、無料点検をさせていただくことで、気づいていただくことで、あの施術につながっていくかなというところもあるので、あのご興味がある方はです、ね、まず来ていただいて、無料点検もですねしっかりさせていただきますので、はい。 はい、ぜひですね、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、はい、失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。